はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤッスーでございます。白血病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の決意が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、先日ですけどね、小学校の頃の友達が一人うちに自宅にね、お見舞いに来てくれたんですよ。まあ、入院するまでもずっとあの働いてた美容室にカットをねしに来てくれたんですけどもね、もうほんまに約1年前、ほんまね1年間入院してたんで、1年ぶりに会うって感じで、まあ、LINE とかはちょこちょこしてたんですけど、近況報告とかね、今こんな状態やでっていうのとかはしてたんですけども、まあ、久しぶりの再会ということで、めちゃくちゃ喋りました。僕がほぼ一人でまあね、やっぱり嬉しいからですよね、これはね。まあ、普段 YouTube で喋ってるんで、そんな喋り足りへんこともないんちゃうかなと思ってたんですけども、まだそれとこれとはちゃいましたね、やっぱりね。まあ、その友達もね、僕がすごい喋り続けるもんやからめっちゃびっくりしてて、まあ、家に入ってもらって、座ってもらってから40分ぐらいずっと僕が喋ったんですよね。まあ、内容はまあ入院する前からの、まあ、病気の初期症状から始まって、まあ、抗がん剤こんなんやったよとか、骨髄移植の話とかをして、まあね、GVHD っていう風な困難がめっちゃきつかったわとかを聞いてもらってましたね、ずーっと40分間ね。まあ、でもその後は小さい頃の思い出話とかね、まあ、大阪の近況報告ですね。まあ、この年になってきたらね、もうマンションがどうとかね、今後仕事もどうとかね。まあ、その友達は営業外回りのついでにちょっと時間作ってくれてね、こっちの方面に来るとっていう風な感じで、わざわざ会社に言うてから来てくれたんですけども、嬉しかったですね。まだタイミングがねすごい良くてね、免疫力がすごい回復した途端かね、そういう風な連絡ももらったし、で、まあ、先日もお伝えしましたけどね、お客さんの高校生の女の子からもね、安田さんに加藤してもらいたいっていう連絡もありましたし、まあ、ほんまにちょっと流れが本当にいい方向に進んでおります。まだね、いつから復帰できるかとか決まってないんでね、まあ、その話もね、病気の話もこともね、このお友達も伝えて、また復活したら来てなっていうふうなことをね、お話ししました。ね、まあ、チラチラ見えてると思うんですけどね、今日はこの子、まあ、前と一緒の子なんですけども、今日はこの子ね、アイロン 32mm のアイロンで内巻きにしました。こう顔の方にこう向けるように全部巻いたらどうなるかっていう風なのをこう再確認するのにね、やりました。気温が高いんでまだね、クーラーつけてないんですよね、冷房はつけてないんで、アイロン暑いし部屋暑いし、熱中症になるんちゃうかなって思うぐらい、まあ、頑張ったんですけどね。またこの動画の前の動画で上がってると思うんでね、また見ておいてください。今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日のご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。